はい、こんにちは、チェチェチェです。モンスターハンターライズプロモーション映像4が解禁されました。 PV では新モンスターや新たな復活モンスター新フィールドなどが紹介されています。今回はそれらを考察を交えながら皆さんと共有したいと思います。まずは新フィールド。砂漠のようなフィールド砂原と火山のようなフィールド溶岩洞です。公式サイトの砂原の説明は、血肉に飢えたモンスターたちが牙を剥く不毛の原野、陽光が容赦なく降り注ぐ昼間と月明かりに照らされる夜間で大きく雰囲気が異なるとのこと。砂漠だけではなく沼地もあります。溶岩洞。公式サイトでの説明は、巨大な岩窟の中は溶岩が流れる灼熱のエリアと美しく澄んだ冷水に満ちたエリアに分かれている。ソークのきらめきはモンスターさえいなければ神秘的な光景なのだがとのこと。冷水に満ちたエリアにはイソネミクニなどもいるかもしれません。モンスターハンターライズでは雪山などで必須だったホットドリンクが撤廃になると好評がありましたが、同じく砂漠や火山で必須になっていたクーラードリンクも撤廃になるんでしょうか。続きまして、復活モンスターバサルモス。バサルモスは初代モンスターハンターから登場していた古参モンスターです。体験版の狩猟笛がバサルモスの狩猟笛だったんで復活することが予想されていました。非常におとなしい性質で、普段は背中だけを地表に出した状態で岩に擬態し、他の生物の目を欺いて過ごしています。過去作だとそこに爆弾などを置いて爆発させることで落とし物を落とさせることができました。鎧竜グラビモスの幼体という設定があるため、今後グラビモスの発表もあるのではないかと期待しています。ラングロトラ。モンスターハンターポータブルサードから登場したモンスターで、アルマジロのように丸まり転がりながら突進してきたり、長い舌を駆使して攻撃するなど非常にトリッキーな動きをしてきます。麻痺のほか悪臭を放つなど、ハンターを上端以上にさせてくるんですよね。ラージャン。アイスボーンでもおなじみモンスターハンタードスから登場した強力なモンスターも再登場です。ガジュー種ですが、古竜にも匹敵するとされるモンスターがモンスターハンターライズでも継続するのは嬉しい反面、怖くもありますよね。ディアブロス。映画モンスターハンターで登場するモンスターも復活が決定しました。砂漠フィールドといえばこのモンスターですよね。過去作だと潜りっぱなしで出てこなくて狩猟が困難だったんですが、アイスボーンからは怒り状態でも音爆弾が効くようになったので狩猟しやすくなりました。モンスターハンターライズではどうなるんでしょうか。ガレオス。砂漠を泳ぐ魚の小型モンスターです。砂に潜って高速に移動するため攻撃を当てるのが難しく、結構厄介なんですよね。ガレオスの親玉であるドスガレオスも登場する可能性も出てきました。余談なんですが、ガレオスから剥ぎ取れる砂竜の肝を集めるという集会所のクエストがありまして、昔のモンハンはサイポップしない仕様だったため、このクエストが一人だとクリアが非常に困難だったんですよ。なので私の中で未だに最強のクエストの名を欲しいままにしています。一種のトラウマです。続きまして、新モンスター八つ叩き。雲のモンスターです。妖怪の土蜘蛛と美しい女の姿に化けることができる妖怪ジョロウグモをモチーフにしていると思われます。口から4本の糸を吐き出しハンターを絡め取ったり、炎を吐いて焼き尽くしたりと多彩な攻撃をしてきます。小蜘蛛を使って攻撃を仕掛けるというシーンもありました。土蜘蛛の一種で八つカハギというのがいるので、名前はそちらから取ってるんじゃないかなと思われるんですが、炎を吐いたり子供がいたりするのはジョロウグモの特徴なので混ざってそうです。クモのモンスターといえばネルスキュラを思い出します。モンスターハンターは同じ生き物をモチーフにしたモンスターを基本的に出すことがなく、特例としてヘビをモチーフにしたガララージャラとダラーマジュラ、獅子をモチーフにしたラージャンとドドブランゴ、被ってるのってこの4種2組ぐらいじゃないでしょうか。ちなみにババコンガはゴリラ、
ケチャワチャは猿で、テオティスカトルはジャガーです。その中でわざわざ雲として被って登場させるということは、かなり凝ったモンスターであることが予想されるので非常に楽しみです。オロミドロ、泥を操るモンスターです。タオカエセで有名な田んぼの妖怪泥タボをモチーフにしていると思われます。泥水を濁流のように形成して攻撃してきたり、泥を隆起させ逃げ道を塞いだ状態で泥玉を投げつけてきます。イソネミクニに続き海竜種のように細長いモンスターが増えたのは、アグナコトル好きの私にとっては嬉しい限りです。主青アシラ、百竜夜行の主的なモンスターだと思われます。極限、獰猛、二つな歴戦の類ではないでしょうか。どういったモンスターになるかは非常に楽しみです。百竜夜行は50年前に里に大打撃を与えたもので、 PV を見るにモンスターが次々と里へ侵攻してくるので、それを食い止めるというコンテンツになりそうです。ギミックがあったりしてわちゃわちゃして楽しそうに見えました。複数体のモンスターを狩猟することになるので、総流もかなり要になりそうですよね。ということで、モンスターハンターライズプロモーション映像4の内容をまとめて共有しました。役に立ったと感じてくださった方は高評価ボタンをお願いします。今回の任天堂ダイレクトで体験版第2弾の情報が来ると確信しておりましたが、残念ながら動画作成時には情報はまだ出ておりません。予想が外れました。過去作ですと第2弾第3弾の体験版があったので、第1弾で体験版が終わってしまうっていうことは考えづらいんですが、発売日が3月26日で今日発表じゃなかったことを考えると、今後体験版があるとすると2月の後半に第2弾が来て、発売日1週間ぐらい前に第3弾があるんじゃないかなと再予想します。全く根拠がないんで全然外れる可能性もありますし、体験版は第1弾で終わるっていう可能性も全然ありえるんですが、期待して待ってようかなと思ってます。第2弾だとイソネミクニとかが来て、第3弾でマガイマガドが来るような気がするんですよね。海竜種追加久しぶりなんで、何かしら海竜種を第2弾で狩れるようになって、第3弾で看板モンスターの体験っていう感じになるんじゃないかなと思います。あくまで予想なんで全然違う可能性もありますが、私はそうなればいいなと思っております。また新情報や体験版の情報をキャッチし次第動画で共有したいと思います。見逃さないようにぜひチャンネル登録もお願いします。またねー。